吉田さん、こんにちは。まあ、人生の履歴書ですね。まあ、吉田さんが社長としてお勤めになっていた会社、その社員はなんでみんな稼ぐことができなかったんでしょうか。これはね、私に対しての疑問でもあり、もう回答が出てるんですよ。よく一緒にいる人が自分の年収とか能力を決めるって言いますよね。確かに一緒にいる人の考え方は非常に影響を受けやすいんですけども、今は人生の時間の大半を多分対話よりもスマホで撮ってるんですよね。私もそうですし、多分吉谷さんもそうだし、吉谷さんの弟子もそうだと思うんですよ。となると、目の前の人と対話するよりもスマホの画面をいじってそこの人と対話をしている、その先がもしかしたら稼げない人とか、ちょっとね、言ってみれば愚かな人だとすると、そこからの影響の方がたくさん受けるからじゃないかなと思うんですよ。確かに吉谷さんと一緒にいる時間は社員さん長かったかもしれない。でも結局は吉谷さんの元を離れて一日の大半を過ごすときに誰と過ごしてるかっていうと、例えばスマホゲームをやってみたりとかね。で、僕は一円にもならないわけですね。むしろ時間とお金を減らす行為をしてるわけなんですよ。で、それがまあいわゆるストレス解消とかいうね、重要なこのキーワードになってるんですけども、そもそも自分が目標達成するその道を歩いてるときに何のストレスが溜まるんだって話ですよね。だって自分が希望してるのが売上の達成とかノルマの達成なわけですから、そっちに向かってればストレスは本来たまらないはずなのに、ストレス解消なんて別にいらないはずなのに、なぜかそれがストレスになって、で、ストレス解消がわざわざなければやることすらできないみたいな人ができちゃうわけなんですよね。まあ、そういうふうに冷静に考えていくと、一緒にいたところで影響を受けて賢くなったり稼げるようになるってことはないんではないかなっていうふうに思うんですよね。結局誰と対話をしてるか、その誰っていうのが大半は目の前の人じゃなくなっているわけなんですよ。これは多分これからもますますそういうふうになるでしょうね。よく小学生とか中学生の女の子がスマホの向こうにいるよくわかんない男性のところに行って、まあ、ちょっとエッチなことされちゃったみたいなことがありますけども、あれっていうのは結局周りの人とか自分のことを大切に思ってくれてる家族とか友人とかとの時間じゃなくって、そのスマホの向こうのわけのわかんない人の文字盤を信じてしまうっていうところがあって、それに感化されるんですよね。で、自分が行動する動機にもなってしまってるところっていうところで、私たちは今ね、賢い人は賢い情報を取るのに、愚かな人は結局賢い情報の意味が分かんなくて愚かな情報を積極的に取っちゃうんで、結局稼げない人は稼げないままそのまま行ってしまうし、賢い人は賢い人の情報を取ろうとして、しかもそれに疲れないんですよね。癒されるんですよね。賢い人との対話で癒されて、もはや愚かな人とかジャンクな情報とかフェイクも必要ないし、トレンドも必要ないしっていうことになっていて、削ぎ落とされて、で、まあ吉谷さんが言う弟子みたいな人がね、寄ってくるんだと思うんですよ。まさにその弟子っていうのは今ね、3年かかって大成功してると思いますけども、もう吉谷さんもしくは吉谷さん以上の賢い人、情報、賢い人以上以外の情報を遮断できた人なんじゃないかなと。だから電話をかけて会社辞めますみたいなことも言えたんだと思うんですよ。その時にそう思ってたかどうか分かりませんけども、結局腹がくくれてるってことは人との関わりを立てるかどうかってことですよね。で、私も速稼塾の中でよくカリキュラム出して一人も達成したことがないんですけども、本当に成功したいんだったら3ヶ月間家族や彼女と会わないことっていうね、一切会わずに会話もせずにコミュニケーションも取らずに、それこそ LINE もブロックして3ヶ月だけ放置しといてくれっていう約束をして、その3ヶ月でビジネスセンスをしっかり鍛えてね、3ヶ月で足りないなと思ったらもう1回もう3ヶ月お願いして、6ヶ月なり1年で自分を鍛え上げて、そしてその後で謝りに行って、もう1回やり直そうという話をすれば、その時生まれ変わった姿を見たらきっと受け入れると思うんですよね、周りの人も。だからそのぐらい腹がくくれてるってことが、まあ、多分吉谷さんのエピソードとも被るんじゃないかなと思うんですけども、いかがでしょうかね。そういう履歴書をやっぱ積み上げていくことって人はできると思うんですけどね。じゃあ、いってらっしゃい。